ホセ、何事だ。南中が五重の報復で慶州に攻め込みました。それは看過できるな。盟友としては止めるべきであろう。相変わらずのお人よしで安心しましたよ。ですが南中に動くよう仕向けたのは俺です。武器や領末も密かに融通しています。なぜそんなことを。報復の機会を作ると約束したからですよ。まあそれだけじゃありませんが、天水と外邸を失った義が慶州の混乱を見逃すとは考えにくい。必ずその隙をついて攻め込んでくるはずです。うん、確かに義が慶州に目を向ければ北伐は容易となろう。しかしこれでは南中を駒に使うも同じではないか。ものは言いようですね。南中は恨みを晴らせて喜んでいますのでご安心を。真の目的は義に慶州を取らせることです。その後我々が攻め取れば慶州は食のもの。どうです、ゾクゾクしませんか。なんと大胆な。南中だけでなく豪も出し抜くつもりとは。これほどの策、諸葛亮に無断でやるわけにはいくまい。一度相談すべきではないか。諸葛亮殿は北伐で手が離せません。それに義はすでに動き出しているんです。ことは一刻を争います。急ぎ準備をして慶州へ向かいますよ。ホセ、
この地は俺のものだな。私の特技。さあ、守りはお任せあれ。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。よっしゃ、わしに続け。敵の門残らず食らい尽くすぞ。抑えたことで胃も騒ぎ出す。勝負はここかい。直前の進行だ。急ぎ伝令を送れ。守りを固めるんだ。Go!
にも敵がいるのか。よし、綱を拝みに行ってやる。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。お前こそ真の三国無双だ。突撃だ。目に入った敵は全部ぶっ飛ばしていけ。ここは誰にも渡さん。命に代えても守ってみせる。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。Yo!
とここを奪うつもりかい？それは見過ごせないな。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。造作もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。四軍のうち半分を制圧したか。このまま残る二つも我らの地とするのだ。よ、守りを固めろ。奴らは近づけさせん。仕方ねえ。ここは一旦待機だ。敵陣めがけてまっしぐらだ。邪魔する奴は容赦しねなかなかやるじゃねえか。
の屈強さ思い知らせてやれ。なんという武勇。敵将撃ち取った。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。しくじったか。助けを待つしかないのかよ。抑えた方が勝ちそうじゃの。急行せい。お、よくやってくれた。敵陣めがけてまっしぐらだ。邪魔するやつは容赦しねえ。容赦もない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。この地に踏み入る。ちょうどいい。この木に潰してやろう。進め進め。我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。無事だ。逃げろ、食われちまうぞ。守りは我らが受け持て。決して何者にも抜かせはせぬぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。よくやってくれた。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。ありがとう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。お前こそ真の三国武将だ。守りは我らが受けねば。決して何者にも抜かせはせぬぞ。
さもない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。四軍制圧なら残すところ一つ。義の反撃も熾烈さを増すだろう。援護に来たぞ。さあ、俺たちの拠点を守り抜こうぜ。私は俺の。だな。俺はここを気に入ってる。土足で踏み入るのはやめてもらいたいね。無策で済まされる身分じゃないんでね。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。我が人敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。おお、
くやってくれた。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将打ち取った。そなたの働き雲中随一を。どうだ。よし、直ちに守備配置につけ、ある戦闘に備えるのだ。今こそ敵の要所を叩く。顔が浮かぶな。劉備殿、これで慶州四軍はあなたの血です。なんちゅうもうまく動いてくれましたよ。よもや慶州を再び手に入れるとは。王政、お前の働きには簡単を禁じえぬ。慶州四軍の制圧は完了しました。どうです、もう一度蜀のものになった感想は。義もぶっ潰せたし、慶州も手に入った。言うことねえな。気分がスッとしたぜ。呉と直接争うのではなく、義を間に挟んで遺恨なく慶州を取り戻すとは、希望というほかあるまい。やはりそうでしたか。最初の進行から流れができすぎていると不審に思っていました。あなた方が南中を焚きつけたのですね。我々は北伐の一助として慶州に攻め込んだ義を討伐したまで。それをそのように言われるとは、
わざと恨みを買いたくて言っているのか。もちろん、こちらもあなた方が素直に認めるとは思っていません。ですが、今すぐ兵をまとめ、ここから出て行ってください。強気なことだ。だが、この慶州四軍は魏から勝ち取った我らの領土。そちらの指図を受けるいわれはない。そのような奇弁を受け入れるとでも？居座るというならば相応の手段を取りますよ。手段？ああ、また繁盛と同じように義と同盟を。こちらとしては特に止める理由もない。この件は剣業に戻り、我が殿に伝えます。急ぎますので、これにて。少しは繁盛の一種返しになりましたか。ああ、それに再び慶州の地を踏めるとは思わなかった。お前の働きには感謝してもしきれぬ。これくらいで感謝しきれないなどと言わないでくださいよ。俺の恩返しはまだたっぷりと残っていますから。